はい、皆さんおはようございます。まあなんか雨が降っちゃって、だいぶこう蒸し暑くて大変ですね。ゴールデンウィークはでも皆さん練習でしょ。ね、せっかくのお休みなので、まあお休みだから練習がたくさんできるのかなっていう感じがしますけれど、まあ世の中ね、まあ課題曲の作曲された先生方は本当になんかクリニックですごくお忙しいようで、まあ私もまあ今日終わったら明日明後日とかちょっと地方なんか行くんですけれど、まあ考えてみたらあれですよね。もう5月でしょ。もう5月、6月、もう2ヶ月ぐらいしか割とゆっくり練習ができないで、もう4月の早すぐコンクールっていう感じでね、本当にまあという間に時間が過ぎるんですけれど、朝から3番のあると、皆さんも3番やられますか。ほとんどもうこれ3番やるっていう人どうですか。はい、先生いらっしゃるんですか。先生、棒を振られる先生、あ、いらっしゃった。なんかこう3番ってどうですか。ワルツが子どもたちの中にやっぱり生活の中にワルツの三拍子がないので、そのとっつきがすごい難しいなっていうのを感じています。こういうその例えばじゃあ生活の中にないのでなんか工夫っていうかそういうのはなんかお考えですか。実践されてるとか。今は本当に簡単なリトミック的なもので三拍子を取ったりとかっていうこととか、あとは、まあ、いろんなワルツの曲とか、あとは今 YouTube とかがあるのでそれをみんなで見たりとか聞いたりとかしています。なるほどね。本当に三拍子っていうのはその日本人のこう体の中にはリズムとしてはあんまりないですね。でもまあおそらくね、もう世間一般にその三拍子のリズムっていうのをたくさんその、まあ、世間にはたくさんあるので、もう今の人たちはまあ、そんなことはそれほどないんじゃないかなとは思うんですけれど、でもなかなか取りにくいですよね。で三拍子の日本はどうしてもずちゃちゃずだらだずだだだと、もうお酒飲むと絶対三拍子でなんか歌ったりはしないですよね。でもヨーロッパの人たちなんて結構三拍子で歌ったりしてますので、なんかそういう違いがあるんじゃないかなという気はします。で、まあ本当にこの曲は、まあ、今回の課題曲の中ではもう言ってもいいんじゃないかなと思いますけど、そのアンサンブルの仕方とか、まあ楽譜上はその16音符とか細かい音はそれほどないんですけれど、やっぱりアンサンブルの仕方とかで最終的には表現の仕方とかっていうのがもう本当に難しくて、私ももう何回かもうちょっと本番をやらせていただいたんですけど、結構その本番ですがスリリングだなという部分がありました。はい、それで、まあそうですね、演奏者 の、 そのやり方次第で、それぞれの曲 の、 そのテイストが変わるというかね。ということは楽譜には一応いろいろなことが記載されていますが、それは、それぞれの方の受け取りようで、そのどうやってもいいんじゃないかなと。ですから最終的にいろんなテイストが出るという、というふうに思います。で、まあ、私は、こういうふうにちょっと考えていますっていうのをちょっと今日はお店をお聞かせしようかなというふうに思ってますので、まあ、そうやらなくてはいけないっていうことは実際ないですし、あとね、まあ、このワルツに限らず、その曲っていうのは、まあ、作曲家がこんないうふうなイメージでこういうふうにやってほしいっていうことをその楽譜の記号として表しているだけで、演奏者はそれをそのどう受け取っても僕はいいと思いますね。これは作曲の方に言わせると、まあそれは違うんじゃないかって、もっと作曲家の考えている通りにやれっていう方もいらっしゃるかもしれないし、全くその反対の方もいらっしゃるかもしれませんけれど、まあそれを素材として演奏者がそれをどうこうお料理をするかっていうことじゃないかなと思います。
で、まあ、あのアダムが言う前にちょっとまず一回ちょっとお聞きください。
からもうまくいかなかったところがあるんですけど、あの意思の疎通っていうのはすごく大事ですね、この曲に関して。で、まあ、こっちがこういうふうに思ってるんだけど、メンバーがそういうふうに思っていないとか、まあ、あのスクールバンドであればね、割と長い期間練習ができるので、いろいろなこうあの、まあ、意思の疎通っていう部分ではいいと思うんですけれど、まあ、2か所ぐらいね、今ちょっとこう顎を引くと付け方がこう今少し、僕の考えと違うような部分が あったんですけれど、まあ、あのその辺はね、また生の演奏の面白さということで、ご勘弁いただきたいなと思いますけれど、どうですか、あのもうこの曲って、まあ、普段の練習なんかは、おそらくまずその伸びたり縮んだりっていうのはあんまりつけないでやってらっしゃいますよね。まあ、長い時間をかけて練習なさるので、どうですか、まずそのなんて言うんでしょうね、こうふわり状の問題、それからハーモニーの問題、その辺をこうきちっと解決する。で、それが安定してきたら、伸びたり縮んだりをいろいろこう工夫してつけてみるというようなスタイルでおやりでしょうか。先生方どうですか。先生どうですか。割と練習からあの表情をつけて楽しむように心がけています。ゴールの形を見せたいなと子どもたちに今思ってますので、はい、じゃあさもう最初から、まあ、まあそれほど早い曲ではないので、伸びたり縮んだりとかって、うん、でやっていくうちにやっぱりそれが変わっていっても、まあそれはそれでいいだろうというようなことで、あのその辺のその理解っていうのはどういうふうな形でされますか。はい、あの伸びたり縮んだりをやっぱりそのスピードの変化だけじゃないじゃないですか。なんかこう感覚的にいろいろ。の移り変わり、ドミナントへの向かう進行であるとか、やっぱりトニカンとか、やっぱりもうちょっと待ちたいなとかっていうのを、こちらのがある程度楽譜を咀嚼して子どもたちと共有する。で実際はホールの響きだとかで、まあ、ちょっと緩急をつけるような形でいろいろ実験してるっていうのが今の時期です、自分の方では。どうも先生ですか。まあ、私でしたら中学生ですと、なかなかこの曲を理解するということがちょっと難しいかもしれないですね。ですからいろいろ色づきをする前に、私でしたらスラとかタイとか全部取ってまずメトロノームでやります。でやった上でこうスラとか、まあ、タイとかをつけた上で、今度自然にこうどうしたらいいかというのがおのずと出てくると思うので、それをまず待ちたいなと思います。まず楽譜通り、する前に材料をまず作って要は材料を切った上 でそれをどうつなげていくかっていうことを先にやります、はい、コードを確認しながら、はい、ありがとうございます。まあ、あの時間をかけて練習をするということなので、まあ、あの原曲っていうかその完成形を、最初の先生はあの先に見せて、でもうその形をでこう追求していくっていう形と、まあ、両方あると思うんですよね。まあ、あのどちらがそのこう正論かっていうのは、まあ、その指導をする上ではあの、まあ、どちらとも言えない部分が、まあ、最終的な、ね、完成形があのいい形であればいいんじゃないかなと思いますけれど、まあ、なかなか理解できない場合は、一応その記号なんかを全て取り払って、きちっとしたその楽譜のその大元に書いてある音をきちっと把握してから、そういうのを徐々につけましょうと、いうような形でもいいんじゃないかなと思います。で、この書いてあるそのワルツっていう、なんかちょっと私もそのワルツってもう当たり前のようにまあ、日常で、まあ、自分でも演奏したりとかしてますので、まあ、ワルツって、でも、ワルツって改めて何だろうっていうふうに、ちょっと考えてみたんですけれど、まあ、まあ、最近流行りのそのウィキペディアで、ちょっとワルツって弾いてみると、なんか面白いことね、テンポの良い淡々とした三拍子の踊りって書いてあったんですね。テンポの良い。ただ、
その別のところにその社交ダンスですか、まあ、僕は社交ダンスはあのやらないんですけど、社交ダンスの世界はなんかスローワルツをワルツっていうらしいですね。だからゆっくりなもの、ゆっくりなその三拍子のものを、まあ通称ワルツっていうふうにあの呼ぶらしいので、ちょっと違うんじゃないかなって、その辺のね解釈的なものが、ニュアンス的なものが違うんじゃないかなと思いました。それでまあ、あの平たく言ってあのワルツは独特なその伴奏形、もうぶんちゃっちゃってあったらこれはワルツじゃないかなって広い意味でね。ですからあのこの楽譜でも1番の1小節前にこっからワルツですよっていうやつが記号があります。テンポでワルツありますね。でここから伴奏がブンパッパって始まるんですよね。でまあワルツ、通常のワルツのその何て言うんでしょう、流れをここで感じなさいよっていう意味合いもあるかもしれませんし、要するにブンチャッチャっていう形ですね。それをワルツというんじゃないかなっていうふうに私もそのこう思っております。あのすごくこう漠然としたあの言い方なんですけれど、それから、曲の中でですね、これはその指揮をする上でまずその、まあ、実際その指揮をしなきゃいけないということで、そのワルツって結構棒が難しいですよね。なぜ難しいかっていうと、もうこれは簡単で、2拍子とか4拍子っていうのは一定回転が一定じゃないですか、ね、1で同じスピードで行って2で同じスピードで帰るから表裏がこう均一なんですよね。だから棒を振る上ではとても楽なんですけど、ワルツの場合は表がのスピードと次の2、3っていうのは同じっていうかな、同じじゃないな、2、3っていうのを要するにその帰りで見せなきゃいけないので、これがとても難しいところって、でそこにまたスピードの変化っていうものもいろいろついてくるので、とっても難しいと思いますけれど、ちょっと皆さんワルツの、あの棒を振ってみましょうか。ちょっと手を出してくださいね。でまず2拍子1、2、1、2、こういう表裏、うっと、これはもう同じスピードで動いてる。1と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 、ところが1とうんぱっぱ、これをその時間を稼がないといけないわけです。で同じ動きでいくと、これ余ってしまうわけです。でそれをどこに持っていこうか、要するにこの距離を稼ぐために 2、3 の動きを少し楕円に感じてみてください。で1と2、3、1と2、3、こう半円形ですね。半円形に感じると 1、2、3、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 そうすると割と三拍子がたやすく、それをなんか1をわーっとこうやりすぎちゃうとちょっと 2、3 の今ねそのゆとりがなくなってしまうこともあるので、1は単純に1でいいです。で1、2、3で、そうすることによって1っていうのがすごくはっきりしますよね。ワルツのステップっていうのはどうやら、これも私はダンスをやらないのでわからないんですけど、聞いた話です、踏み込みが必ず一発目らしいですね。踏み込みがで2、3っていうのはこういうふうに収めるステップらしい。だから2、3で踏み込むことではなくて1、2、3、1、2、3、1、2、3、だから2、3っていうのは少しこう収まるような感じ、うん、それをその音楽の流れで、
で合わせていく、あの表現していけばいいと思います。それから、まあ、式の仕方で、式の仕方でもう一つあります。この曲はフェルマータっていうのが3箇所出てきます。で、音楽の中にフェルマータっていうのは、厳密に言うと 4箇所なんですけどね、まあ、あの棒でその辺をちょっと表現しなきゃいけないのは、3箇所。一番最初の方に、31小節目ですね、2の2、4、5個まで、この31小節目。それからその次に出てくるのは97小節目、調が変わるところですね。それからあと一番最後に出てくるのが167小節、この3箇所です。それで、一番最初の方の3小節目に出てくるのはまたちょっと後で説明をするんですけれど、この3箇所、このフェルマータをどう処理するかっていうのも、それはあのその先ほど話したテイスト の変わる要素にもなります。フェルマータってご存知ですよね。フェルマータの棒の振り方ってご存知ですか。大きく言うと3つあるんです。フェルマータを、まあフェルマータ伸ばすっていうのは、まあ伸びます一瞬で、伸びたまんま次に行くっていうのが一つ。伸びたものをその場で切ってすぐ次に行くっていうのが2つ。3つ目っていうのは伸びたのを切ります、間を空けて次に行くっていう、この3つなんです。で、この、今出てきている3種類あと3箇所のフェルマータの箇所を、今言った3種類にしてもいいと思います。一番最初のところはフェルマータが伸びただけですぐ次のところに行く。2個目に出てきたのは次に調も変わるしスピードも変わるので、1回フェルマータをやめて間を空けて次に、で3回目のところはフェルマータ切ることは切るんですけど、切ったらすぐ次 の新しい、次のスピードにそのまま行く、この3種類ですね。ちょっとやってみます。31小節目のところを使って3種類やってみます。今のは切らないで先に行った場合、じゃあ今度は一瞬切ります。私はこのところはあんまりしっかり切らない。
ですからその完全にそのつなげてしまう一番の方法と、一瞬切るけれどすぐ次に行くっていう方法の、中間ぐらいの感じがいいんじゃないかなと思います。なぜかというと、その後にタラリラララリリっていうのはそのフレーズがその終わるところなんですよね。一応その収まるところ。でもそのもうすぐにそのフェルマータがあってすぐに収まらなきゃいけないのに、あんまりそこでどっかりと間が空いてしまうとなんかフレーズのつながりが良くないので、一瞬ちょっと伸びてそれを、アンサンブル上の問題として一回取ってから次に行く。それからあとはもう一つ理由があって、ここにメノモッソって書いてありますね。でちょっとスピードも変化するっていうこともあるので、ここで一瞬ほんのちょっとやめてから次にスタートする。では今度サクソフォンが出てくるその、レントになるところ、ちょっとここで聞いてみてください。93回はい、じゃあまず、一番最初にやっていた、あんまりこう、取らないでそのまんま行く方法でやってみよう。ただし3つに振ります。そのまま。一応そのフレーズのおしまいの部分っていうのの、そのフレーズのつながりっていうのがまた良くなくなってしまうので、ここの辺のそのさじ加減っていうのがとても難しいんじゃないかなというふうに思います。いずれにせよフェルマーターのところは、どういうふうに、フェルマーターを扱うか、感じるか。よくフェルマーターが出てくる曲として、賛美歌があるんですよね、コラール。で、割と賛美歌というのは随所にフェルマーターがあるんですけれど、あれは本当にその言葉の意味とかフレーズ感とかを考えてやらないと、全部同じようにブツ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 切ってしまうと、なんか全然曲のこう意味をなさないというか、
つながりがないような形になるので、ここは完全に切った方がいい、ここは本当にもうすぐつなげた方がいいっていうふうにお考えになると、あの円滑にいくんじゃないかなと思います。それから一番最初に出てきた、フェルマータ、フェルマータ、はい、質問、はい、これはどうですか。自分で吹いててこのフェルマータはなんか字が書いてあるよね。ジシーも発音いいね。はい、じゃあこっちの大学生に聞いてみましょう。はい、コンサートマスター、避けてるよ。最初にフェルマータ、あの分かってるんだよね、恥ずかしくて言えないよね。はい、皆さんね、ポコっていう言葉ご存知ですよね。ポコ、ポコ、ポコはポコとかっていうポコね、ちょっとってやつでしょ。で、その後に、その後にじゃない、イッシモっていう言葉があるんですね。イッシモ、イッシモって聞いたことない。イッシモ、フォルティッシモ、ピアニッシモ、イッシモってつくよね。イッシモっていうのは要するに、まあ、最上級です。一番でかくでかいの、ね、でそのポコっていう言葉とイッシモが合体したのがこれです、ね、だからほんのちょっとの最上級だからすごくちょっとなんですね。でそういう意味でその、完全にフェルマーターとしてそこで伸ばしてしまうわけではなくって、ほんのちょっとだけそこで、まあ立ち止まるっていう言い方だと変なので、イメージとしてこういうふうに考えてください。歩いています、歩いてます。歩いている時にふって何か考えようとした時に足がふって止まりませんか。なんか本当にその歩いていることを自分で認識してないで何かこう考えてるんです。で、あなんて思った時に足がふってこう止まったりとかで、またすぐ動き出すっていう程度の、フェルマータ、一瞬だからそこでこう気をつけしてこう止まってるわけじゃなくて、一瞬足はそのままそれでまたこう歩き出すみたいなあの感じのフェルマータの扱いですから、これはまあその解釈上でものすごく長くしてもそれはおかしくはないですけれど、まあ作曲家の先生がほんのちょっとにしてくださいっていうようなことですよね。だからニュアンス的な問題、はい、以上フェルマーターのところです。フェルマーターがものすごくこうあの大事になってきますので、十分にお考えになって練習してみてください。はい、それでは、質問コーナーに移りたいと思います。今まで、練習なさっていて、あと譜面等のことでそのどうしたらいいかとか、なんか、あるいは楽器ごとの、質問でもあの OK だと思います。いかがでしょう。こうやると正解だっていうことってね、絶対ないと思うんですよね。特にこの曲は。ですから本当にそのなんか皆さんのこうお考えで、まあそういう意味ではその好きに演奏していただきたいなというふうに思います。で、こうテンポのその数字的な指示ももちろん書いてないですよね。だからこれは、ね、はそのテンポ的にもいろいろな幅があると思いますし、本当に自由でいいと思います。どうでしょう、ご質問。ないですか。入った、はい、
ペットに質問なんですけど、101小節目のこの8部はどうやって合わせてますか？合わせるっていうのは、テンポの変化のこと。じゃあちょっとトランペットの人に聞いてみる。トランペットの人。トップの人に聞こうか。これ。チャ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 っていうとこね。どうやってやってる。何に気をつけて。あ、僕が気をつけてることはその、そうですね。やっぱりその指揮者とのその。対話っていう感じです。その指揮者を見ながらこうその意図していることを感じながら合わせてます。そこのところのこう演奏方法、演奏方法。うん、割とこうスタッカートじゃないですか。そうですね。はい。うん、でミュートでスタッカートをそこでこう吹くっていうことに対して何かこう気をつけるとか注意とか考えてること。そうですね、ストレートミュートをうまく使用してるんですけど、なんだろう、まあ、メゾピアノとは書いてあるんですけど、ミュートしてるので鳴らないっていうことがあるので、少しこうメゾフォルテぐらいの、外した時のメゾフォルテぐらいの気持ちで吹くようにはしてます、はい、大きめっていう感じ。はい、ありがとうございました。どうですか、指揮者と対話ですって。対話もうちょっとしなきゃいけない。あんまり飲み会とか行ってないので、まだその辺のコミュニケーションが取れてない。お子さん方だったら、まあ、一緒にジュースを飲むとかそういうことかな。うん、あと、とてもいいことを今言ってくれたんですけれど、金管楽器の場合はソルディーノっていうものがありますよね。で、ミュートがついていて、そのメゾピアノって書いてあったら、その要するに聞こえてくる音がメゾピアノですよっていうイメージです。なので、演奏される場合はミュートをつけてるんだから、当然音ちっちゃくなるし、ならない。吹く方がもうメゾピアノで吹いてしまったら、もっともっとちっちゃくなっちゃう。だから少しオープンで吹いている時よりも、一目盛りか二目盛りくらい大きめに吹いて、それで、聞こえてくる音がメゾピアノになるようにっていう努力をしてみてください。金管の人ね。はい、他にないですか。あ、ごめんなさい。はい、はい、どうぞこちらにいらしてください。はい、2番とか6番に特に木管にある8分音符の刻みのフレーズの取り方とか、そういうのは7番とかスラがついてるので、演奏者としては分かりやすい楽譜の面なんですけど、そういうところはどう感じたら。それはクラリネットの方に聞いた方がいいですか。はい、8音符の刻む、トランペットがさっきやったところのと同じ、はい、そこのフレーズの取り方、はい、それから吹き方。はい、8音符が2つずつ、同じ音を2つずつ吹いてると思うんですけど、まあ、それが拍に合ってないじゃないですか。なんていうか、1拍目の裏からフレーズが始まるって考えて、まあ、曲は頭で進んでるんですけど、自分たちの感じ方はその半拍遅れた状態で進めるって考えると、結構スムーズに拍が取れるようになるかなと思います。その3小節分続くと思うんですけど、その3小節のフレーズで考えるんじゃなくて、もう本当に1小節ずつ
だから1拍目の始まったとこの裏から始まったって考えて、そのファーストの上の方だったとしたら、上の詩から2小節目はファーに降りると思うんですけど、そのファーからまた新しいフレーズが始まるって考えたら、拍はちょっとずつ取れるようになるかなと思います。はい、あとそのスタッカートの演奏、スタッカートとかレッジェロって書いてあるんですけれど、はい、その辺のこう演奏の仕方の注意。はい、演奏の仕方の注意、普通にスタッカート、まあ、レッジェロって軽くとかそういう意味だと思うんですけど、普通に短くしようと思ってスタッカートにすると、結構この音域だとクラリネットがきつく聞こえちゃうので、イメージとしては自分がやってるのはピッチカートって言えばいいかな。ピッチカートだと、まあ、音の芯っていうより私は響きっていうイメージの方が強いと思うので、そっちを意識するとそんなに鋭く聞こえず、まあ、レチエロの表現に近づくかなと思います。はい、ちょっとここのところだけくらい、ね、聞いてみましょうか、ね、まずそのフレーズの問題、ちょっと分かりやすくやってみましょう。今ね、105のところで、105のレパートはあんまりつけません。あんまりつけないでいいので、106の頭でストップしてみてください。1個目。タッ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 タン、ストップ。いきますよ。3つ。もう一回。はい、その次同じようなところ、107の頭まで、その次107から、せーの、さっき言ったのはこういうこと、要するに1拍目の裏スタートで次の1拍目の表まで、1拍目裏スタートで表までっていう、そういう塊なんですね、そういうふうに書いてある。だから、場所によっては、このところは105のところなんていうのは本当に頭の8分音符だけこう旗がつながってないですね。1個だけこう単独に書いてて、次がこう旗がずっとつながってる形で書いてあります。で、感じ方として今のように頭までで裏から新しく、また頭まで裏から新しくっていうふうに感じてみてください。はい、それから今すごくいい話してくれたんですけれど、スタッカートっていうのはただ音を切るだけじゃなくてピチカートのようなイメージでやると、というとその一個一個の響きっていうのがね、短い音符の中でも響きが出るので、これもとっても大事なイメージじゃないかなというふうに思います。はい、それで、もう時間があまりなくなってきてしまったんですけれど、この曲の中でいくつかそのメロディーの中で大事な音型っていうのがあります。一番最初で言うとクラリネットだけでやるその3小節目のフェルマータがついてる小節。その次にそれが出てくるのが12小節目。それから16小節目。次、1番の2小節目。それから1番の1、2、3、4、6小節目。6小節目、7、8、9、10、11小節目。というように、これみんな同じ音形です。タンターラっていう音形。タンターラ。で、これをなんとなくタンターラってこう流れていかないで、タンターラっていうように2拍目に少し大事にこう置くように、それで特にスラーがその前までかかっていて、そこでこう吹き直す場合っていうのはイメージとして弦の人の弓が変わるんですよね。ですからそのボーイング上、ここまでは一弓でやって、次のティーラっていうところから新しくこう弓がこう始まる、違う弓が始まる、そういう意味合いもあるんじゃないかな
と思いますので、単純にタディーラってこうなんとなくそのリズムがいかないんで、少し不転四分音符を意識しましょう、必ず。で、そんなようなところのちょっとかっこいい場面があるんです。実はトランペット9小節目、あ、9番ですね。9番の1小節目と1、2、3、4、5小節目に出てきます。パンパパンって言われる、はい、1小節目の方は最初に四分音符が書いてあるんですけど、その四分音符は実は前から来た終わり、それで新しくタンタタンっていう、こうちょっとファンファーレのような、僕はこれはいつもリハルト・シュトラウスの、パラノキシみたいな感じだなぁなんていうふうにいつもその思いながら、やっているんですけれど、このタンタタンっていうのはね、このやっぱりその今まで出てきたそのワルツのメロディーの中 その一部分としてすごくこう象徴的じゃないかなというふうに思います。まあ、いずれにせよ割とタンタンタタ、このタンタ不転四分音符を意識されるとそのメロディーの中にメリハリが出てくると思います。それからもう一つだけ、1番からホルンと低音のワルツのブンパッパっていうメロ、伴奏にちょっと一回やってみましょう。前打ちの人たちが今はもう本当にそのこんな感じに前打ちの一拍目はやるんだよっていう感じで割とブンブンってやってくれてます。でも実際、四分音符という形でやるともっと短いですよね。ちょっと楽譜通り短くやってみて、楽譜通り短く、だからボンパッパッってやってみて、1、2、3、はい、これがまあ普通の楽譜通りの感じで、ワルツの前打ちということで、先ほどやってくれたように少しこれにこう余韻が出ると、はい、はい、わかりますよね。なんか少しこう優雅さっていうのが出てきますね。はい、で、ワルツのステップの話さっきしました。1拍目は踏み込みます。 2、3 っていうのは本当に軽く弾くっていうか添えるだけというようなことから考えると、 2、3 があんまりパンパンとしっかり出ない方がいいですね。じゃあそんな感じでちょっとホルンをやってみましょう。入ります。はい、ありがとうございます。今どういう風にしたかというと、まあ前打ちよりもでかくならないっていうことが一つ、それから2拍目3拍目2よりも3の方を少し引っ込め気味で、ですからドゥントントン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 、こういうふうに感じてくれというふうに今言いました。さっきはブンパンパンブンパンパンとこういうふうにやってます。そうするとそのステップの少し2、3をこう収めるというかね、軽くやるっていう感じになるんじゃないかなというふうに思います。これ割とワルツなんかで、よく後打ちの人たち、よく使う方法ですので、ぜひ覚えておいてください。はい、ちょっと一回やろうか。はい、じゃあもう本当に時間なくなってしまったんですけど、最後にもう一回だけ演奏させてください。
短い時間でしたけど、どうもありがとうございました。